しぶり、心ちゃん。お久しぶりです。最近すごいテレビでよく見るんだけど、心ちゃんの活躍にびっくりしてるよ。 ありがとうございます。見てくれるの本当嬉しいです。すごい可愛くって。いや、そんなそんな可愛いななんて。ネバー、ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。ロート製薬の上松です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はさっきまで先輩の上松さんとテレビ会議をしていたんですけど、せっかくなのでチャンネルにも出ていただくことにしました。お邪魔します。上松さんはロート製薬東京オフィスで働いている私の先輩です。薬剤師の資格も持ってる優秀な方で、ロートの商品を店員さんやお客様に分かりやすく説明する学術というお仕事をしている人なんです。私は仕事でもプライベートでも大変お世話になっている方なんですよ。心ちゃん東京来た時はいつも一緒にランチ行くんだよね。はい、ありがとうございます。今度も美味しいもんじゃ焼き行きたいです。連れてってください。また探しておきます。せっかく学術の上松さんに来ていただいたので、視聴者の方からいただいたお肌のお悩みに答えようと思います。上松さん、いいですか？はい。最近視聴者の方から、冬になると肌のかゆみが止まりません、正しいケアを教えてくださいという質問をよくいただいているんですよ。冬ってかゆみがひどくなりますよね。そもそもこれってどうしてなのか、視聴者の方に分かりやすくご説明お願いします。そういう質問は本当によくいただくんですけど、まず私たちの肌の表面にはこの皮脂膜っていう目に見えない透明な膜で肌の表面が覆われてます。で、皮脂膜っていうのはこの汗の水分と皮脂が混ざってできる、天然の乳液みたいなものっていう風に思ってください。それを目に見えない透明な膜っていうのが肌の中の水分の蒸発を防いだり、あとは外からの刺激を跳ねのけたりしてくれる役割があるんです。でもこれから冬になると皮脂の分泌も低下しますし、汗のもうだんだんかからなくなる。そうすると皮脂膜が作れなくなっちゃう。そうすると肌の私たちのこのバリアの機能っていうのがどんどん低下しちゃうと。じゃあどういうことが起きるかっていうと、肌の表面にある透明な膜がこうビリビリにこう破れちゃってるイメージを持つといいかなって思うんですけど、そうすると肌の中の水分っていうのがどん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 蒸発したり、あとは外からの刺激、普段はかゆみなんて感じないのに外からの刺激がこのビリビリの破れた間から入っちゃうと、それをかゆみとして私たちの体がですね認識しちゃうっていうことで、冬になるとカサカサに乾燥したりかゆみが起きたりするっていうのは、私たちの本来持つこの肌のバリアですね、これが低下しちゃうことが原因だったんです。わかりますかね。いや、わかりやすいですよ。すっごくありがとうございます。皆さん、わかっていただけました？冬は丁寧なケアが大切ですよね。そうなの。でも冬のケアって間違ってケアをしちゃう人がすっごくいっぱいいるんだよね。そうなんですよ。例えばナイロンタオルでお肌をゴシゴシしちゃう人とかいるんですけど、ダメですよ、お肌が傷ついちゃいますからね。あとお湯の温度が熱すぎると乾燥やかゆみの原因になるので、38度から40度くらいのぬるめのお湯がおすすめです。あと保湿クリームは粉が吹いているところ、かゆいところだけ部分的に塗るのではなく、全身にたっぷり塗るのがコツなんですよね、上松さん。そうなの。結構かゆいところにだけ塗ってる人が多いんだけども、そうすると塗ってないところからまた痒くなっちゃったりかさついたりしちゃうので、やっぱり全身くまなく保湿クリームを塗ることが大切なんだよね。そうなんですよ、その通りです。皆さん、そうしてくださいね。あ、そう、あと塗るタイミングなんですけど、お風呂から上がってすぐがポイントなんですよね。そう、これも服をすぐに着ちゃう人、パジャマをすぐに着ちゃう人が多いんだけども、やっぱりお風呂から上がった後にちゃんと保湿クリームを塗ってから服を着てほしいんだよね。だから少し体が濡れていても構わないので、ぜひささっと全身くまなく保湿クリームを塗ってからパジャマや服を着るようにお願いしたいね。はい、皆さんお願いしますね。あとかきむしると悪化するから早めに薬を塗った方がいいですよ。それ以外にもカミソリを使っている人は電気シェーバーに変えるのもいいです。お肌も削ってしまって傷ついたところから水分が逃げてしまうので、それが乾燥の原因になってしまいます。あと深剃りや何度も歯を往復させるような無理な剃り方は避けるなどの工夫もしましょうね。上松さん、今日は本当にありがとうございました。視聴者の方にもとっても分かりやすく伝わったんじゃないかと思います。今日どうでした？すっごい楽しかった。いや、本当よかったです。めっちゃ緊張しました、私も。でもさすがみたいな。いやもう私ちょっとど素人だから、そう、すごい緊張しちゃって。いや
じゃあこれから慣れていきましょう、一緒に。はい、ぜひまたちょっと共演できるのを楽しみに。ぜひお子さんの感想も聞きたいです。そうそうそう、もう本当に心ちゃん大好きで、うちの子供がファンなので、そのちょっと YouTube、はい、心ちゃんと出るよって言ったらものすごいこうテンション上がってたから、家帰ったら自慢しちゃう。いや、ぜひしてください。ありがとうございました。今日はちょっと私もまた出させてもらうのではい、ぜひぜひまたお声かけさせていただきますね。はい、それじゃあまた、また東京来てね。行きます。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、Twitter を見ればと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。